ちゃ。こんにちは。おめでとうございます。そうです、今日はサッカーです。よかったな、はい、まさかと思ったけどね。日本がドイツに2対1で勝ちましたなあ。はい、ゆたさんもちろん昨日そら見てるよ。そうですよね、見てるけど、はい、なんでカメラ回してんだっていう話だけど ね、 そうですね。俺はサッカーのことは素人だし、いやいや分からないけど、はい、まあ、WBC も含めてね、はい、あの来年行われる、まあ、サッカーも野球もないじゃないかということで、うん、もちろんサッカーも応援してるし、はい、サッカーファンは野球を応援してほしいということで、はい、まあ、ちょっと今から撮ろうとは思うけども。そうなんです、まあ、豊さんといえば息子さん3人が現役サッカー選手、うんうん、まあね、でもありますし、ワールドカップ1人行ってるしな。いや、そうなんですよ。嘘だよ、行ってねえよあれ、次男行ってないっつうの。次男の方は海外、三男じゃない。海外は経験あるけどね。そうですよね、海外は経験あるけども、なんかね、オランダのチームに行ったんだけど、はい、なんか林の中でサッカーやってるみたいな感じそのぐらいやっぱりこう高さが違うっていうね。ああ、外国人は、まあ、日本のサッカーもドイツとやったけども、はい、やっぱ高さが違うよな。そもそもそれとやっぱ体が違うし、フィジカルという面では相当ハンデがあるよね、はい、普通日本人が抜けるドリブルでもポンと足出されると届いちゃうんだよね、向こうのやつらが。あ、足が長い分、そうそうそう、届いちゃう。だからまあ、でもそれをかいくぐらないと勝てないんだけどもさ、はい、まあ、前半ね、日本が50本ぐらいのパスに対してドイツが300本ぐらいパスしてるんだよね。ちょっと桁が違いますね。いや、桁が違うし、やっぱ精度も違ったんだよ、はい、で、すごくこうドイツの方はボールを回して、うん、体力的にやっぱボールを回されると追っかけなきゃいけないから、はい、まあ、回してる方も疲れるのは疲れるんだけども、これ追っかけるっていうのはすっごいスタミナ消耗するなって、うん、まあ、思ってたのね、はい、でもシステムを後半から変えたよね。そうですね、堂安選手と浅野選手を入れてきたんですね。入れてきたりだとか、はい、まあ、そのドリブラー3人にしたよね、三笘とかね、はいはい、あ、これはもうカウンター1本だなみたいな、そんな感じで見てたのね。カウンター1本っていうのは、いや、だからやっぱまずは守らなきゃいけないから、で、守りのズレが前半戦にあって、うん、結構サイドとかこう攻められてて、うん、なんかそれを5バック気味にしたんだよね、はい、で、大体ドイツのチームっていうのは舐めてんのか知らないけど、うわーっと攻め上がってくるんだよ、はい、それはまあ迫力あるよね、うん、でも4枚とか3枚だとさ、はい、あのマークがつききれないんだよ、誰についていいかっていうのが分からなくて、はい、まあ、それで5人にして5対5にしたんだよね。あー、だからマークをちゃんとつけれるようにしたんだよ。1対1にしたってことですね、うん、それでスペースを埋めるようにしたわけ、スペースを与えないように、はい、うん、舐めてんのかどうか知らないけどバイタルエリアぐらいまでに、はい、まあ、その相手のボランチマンも上がってくるし、うん、もう超攻撃型に来てるわけね、ドイツは、うん、はい、でもなかなか点は取れない。まあ、権田もすごかったけどね、スバセバりましたから、あったな、はい、だからまあ自分のミスではないけど、まあ、PK 取られてね、はい、まあ、そういう気持ちもあったんだろうけども、まあ、MVP と言ってもいいぐらいの活躍をしたよね。なんか昨日の試合でのそうなったみたいですね。あ、そう、はい、そのプレイヤーなんちゃら、私もサッカー詳しくないんですけれども、ああ、はい、まあ、なったんだ、はい、いやー、すごいセーブだなと思ったよ、うん、何回も止めたもん、すごいですね。ポストにも助けられたけどね、はい、1本ね、うん、まあ、だけどそういうことでマークをきっちりすることによって、はい、その仕事の責任が明確になったというかさ、うん、まあ、そういうことが、まあ、バックゴール前の方ではあったわけね、うん、吉田麻也、はい、キャプテンがやっぱ少し持ち上がると、うん、前が動き出すね、日本は、はい、それなんかこう決め事であったんじゃない。それはもう前半からそう、いや前半からはちょっと違うけど後半からだよね。だから吉田が持ったらとにかくあの縦パス入れるから、はい、長いロングパスをね、うん、だそれに反応しろというようなことだったんじゃないの。それがやっぱこうハマっていったのと、はい、やっぱこう三笘のドリブル力、はい、まあ、そこから生まれたし、うん、まあ、南のはい、入れてね、そこにもマークが相手はつくようになったし、はい、だからまあそういう意味ではすごくやりたいサッカーができたのかなという。だから前半見ると勝てる雰囲気なんか全くなかったんで、はい、あ、見ててやっぱりそう思って、あ、これは苦しいなと思ってたけど、はい、これ何点失点するのかなとか思ってたけど、システムを変えることによって相手のチャンスも、はい、
潰せるようになってきてるし、はい、で逆にカウンターがこう効くようになってきてるよね、うん、で大体2人から3人ぐらいで守ってたから、それで攻撃に上がってた人間はも必死に戻ってくるよ、うん、それはね後半はねドイツの方が疲れたと思う。あ、そういう感じなんですね。それはね、あの3人のスプリント力、まあ、三笘、まあ、南野もそうだな、はい、堂安、はい、あと浅野、この4人のスプリント力、はい、これはやっぱり脅威だったと思うよ後半。速さスピードすごかったですね。いやすごかったけどちょっと舐めてたな、あのドイツの2番のやつが、はい、あんななんかもも上げみたいなことしてさ、はい、俺はもう余裕だぜみたいな、余裕だよっていう、あんなことやるとね、やっぱりあの態度を見て、あ、これ完全に日本舐め切っとんなって思ったよ、うんうん、ドイツは結局前半のあの PK の1点だけであと点取れなかったじゃないですか。取れなかったな。それはその日本の戦術とかそういうのを研究だったりとか、いや研究はしてたと思うよ、研究はしてたけど、はい、システムを変えることまでちょっと予想はしてなかったんじゃないの。それと、はい、やっぱりどんなに速いやつが前に置かれても、いや我々は止めれるっていう風な、うん、まあどちらかというと組織だってプレーをするドイツがやっぱ組織にあんまりなってなかったもんね、ならせてなかったというか、はい、日本がそうしたのか、はい、今のチームがそうなのかっていうのは分からないけど、詳しく見てないから、うん、ずっとドイツをね、はい、分からないけども、でもやっぱり舐めてるっていうのが、まあやっぱり勝負事で足元すくわれるという形にはドイツはなったというふうに思うよ、うん、いやだから本当にね、もう試合前からやっぱりドイツは強いって言われてて、引き分けだったら例えば同じだとか言われてたじゃないですか。で素人だから分からないんですけど、ドイツと日本っていうと野球で例えるとどことどこが試合をやってるような感じなのかなっていう、どのぐらいの差なんですか。そうだな、アメリカと台湾、はい、アメリカのいわゆるドリームチームみたいなことですよね、いわゆるメジャーリーグっていうの。もちろんもちろん。ああ、じゃあ絶対アメリカって思いますよね、思うよね、メジャーって、はい、だけど台湾でも例えばいいピッチャーが高騰すると、はい、なかなか点が取れないっていうね、はい、でもなんかワンチャン一本の、うん、スイングがホームランに結びついたとかさ、はい、まあ、そういうことになったと思うんだけど、でもねやっぱ確固たる技術もあるし、はい、精神もいいね、日本代表あの堂安はあのポジションに入っていけるっていうのが堂安の特徴だしね。そのあのポジションっていうのは、いやだからもうバイタルや、まあ、あのペナルティーエリアの中に、それも正面に入っていけると、はい、ちょっとサイドの選手なんだけども、はい、だけどあそこまで入り込んでいけるっていうのが、うん、やっぱ堂安の魅力だし、はい、浅野もあのシュートっていうのは、うん、キーパーがいてもう角度がないんだよ、はい、角度といったらこのぐらいしかないんだよ、うん、入れれるとしたら、そしたら上しかないんだよねキーパーの。そうですよね。だからもう ここがポストでここで守ってるから、はい、もうここしかないんだよ。だあそこに蹴り込めるっていうのがさ、すごかったな。だここの選手の能力もやっぱりすごかったっていうこと、ね、うん、まあ、それとずっと吉田が持った時には前が反応してスタートかけてるから、うん、ね、まあ、吉田もな、蹴りやすいだろうし、うん、それをやり続けたよね、何本も徹底して、うん、でやりきったよね、はい、で浅野もあそこまで競ってるとさ、誰かに出したくはなるんだろうけども、うん、いやだけど自分しかいないっていうのも分かりきってるから自分でやるしかないというさ、はい、やっぱ気持ちが勝ったね。すごい強いですねハートも。いやハートは強いですよね、うん、だから後半になってシステムが変わって、はい、あ、これはなかなかあれじゃないかなっていう、あ、その予感はあったんですね。豊さん、あ、これワンチャンあるなと思ったよ。あれ前半と後半でシステムを変えるっていうのはもう試合前から、いやプランだったかどうかは分からないけども、はい、やっぱ戦いながらこういう風にしないと勝てないっていうのを導き出したんじゃない。前半の戦い方見るとやっぱドイツの指揮官っていうのは、はい、後半でもやっぱり 1,2 点は取れるだろうなっていうような、はい、ことは考えたんじゃないの、うん、やっぱ日本人っていうのはあのクロスをに対してね、やっぱ高いボールに対して弱さもあるし、まあ、ドイツは高いしね、身長が、はい、だからまあそういうところも含めて、まあ、パスの前半の回し方だとか、はい、それは自由に回してたから、だからそういうことを考えると、あ、これはもう、まあ、1,2 点は取れるなっていう、あ、まあ、それで選手交代もしたし、はい、まあ、それが裏目に出たとは思うけどね。これだから日本に追いつかれてさらに逆転されて残りの時間でドイツっていうのは戦い方ってどうなって、いやもう焦るしかないよね、うん、やっぱ
あの強いチームほど油断しちゃいけないっていうのはさ、はい、劣勢に立った時にやっぱ焦りが邪魔になるんだよね、はい、冷静さを完全に失ってたもんね、もう焦りばっかりで、はい、ダイレクトで打ったボールが、ね、シュートが、まあ、それたりだとか、はい、いろいろしてるけども、それはもう焦りだよね、はい、これが2点3点取ってたら確実にゴールに蹴り込まれてるっていうような、でもその焦りを導き出したのも日本の献身的なハードワークと精神だよね、はい、だからこれはやっぱり見事だったと思うよ、みんなが走ったね、誰一人抜かなかったね、これはやっぱり吉田麻也というキャプテン、はい、これがもうなんかそう察してるというかさ、はい、そんな感じがしたよね、うん、うん、吉田麻也選手だって例えばベンチからは長友選手が声を出したりとか、長友暑かったななんで赤く髪の毛をしたのか、まあ日本のイメージなんだろうな赤って、なんかあの古希のね、うん、そうなんですかね、いや暑かったけどさ、もうブラボーってブラボーブラボー、もうインタビューも興奮しまくってな、はい、一番そうだよ、なんかこうスタンドに向かって煽る、はい、煽ってるけど、はい、それ以上にもう煽る前に盛り上がってるからサポーターなんかね、まあ奇跡を見たとか人は言うかもわからないけども、うん、俺はやっぱり日本のサッカーっていうのが、うん、やっぱ真摯にサッカーというものに向き合い、はい、どうやったら強くなるかっていうのを、うん、みんなで考え、そして招集された人間が責任を持ってっていうことだと思うよ。これまた日本のサッカーが上がってくるよね。そうですよね。絶対上がってレベルが上がってくるよ、うん、いや俺らもできるんだっていうような自信を植え付けてくれたよね、見せてくれたよね、はい、だから俺はみんな奇跡だ奇跡だって言うけど、うん、俺は奇跡だと思わなくて、やっぱり勝負は野球の時も言うんだけど、選手はそういうものでやるんではなくて、能力で選手の個々の能力でやるんではなくて、やっぱ戦略戦術が伴っていい選手がいればいいけど、ドイツを見てるといい選手はいるけど戦略戦術っていうのがあまり見えなかったということと、日本は大きく変えたということだ、その戦術を、うん、ね、で変更できるだけのやっぱ能力ある選手たちがいたということだよ、はい、変更に伴った選手を差し込んでいったから、だからここがやっぱり日本の頭の良さだな。そうですね、うん、なんかこう日本人ということですよね。そうだからまあドイツもびっくりしたとは思うけどもね。ですよね、うん、だから勝負事っていうのは絶対はないし、うん、ね、で強いチームに油断は絶対禁物だしね、危ないですね、うん、だからそういう意味では、うん、日本は本当に素晴らしいサッカーをやってくれたという。実は昨日豊さん、三男の息子さんと一緒にちょっと飯食ったんだけどさ、はい、いや俺はやっぱ下馬評通りそれはやっぱもうタレント揃いのドイツ、はい、あとフィジカルの強さ、うん、あ伝統、まあ、4回のワールドカップ優勝っていうことを考えるとね、うん、これなかなかやっぱ厳しいチームに当たったなと思ったんだけども、はい、でもやっぱり初戦の難しさっていうのもあるしね、うん、ワンチャンっていうのはあまり考えてなかったんだけども、はい、あ大丈夫かなと思ってたんだけど、三男坊だけは、うん、いやワンチャン勝つよって言ってたよ。それはどういうメンバーを見てっていうことですか。メンバーを見て、いや全然悪くないよって、へー、だやり方によっては勝てると思うよって言ってたんです。まあ食事の時だからそうどうやって勝つんだとかなかなかね、まあ、酒も入ってるし、うん、そんな深くは話さなかったけど、いや俺は期待してるよって。いや今回のメンバーってやっぱりすごい選手が集まって、今回のメンバーって日本のサッカーが全体的に上がってるんだよ、そこ上げしてきてるんですね、うん、だから世界とも戦えるだけのものを持ち上がってきてるんだよ、うんうん、だから何にも臆することない。次クロアチア、コスタリカです。あコスタリカ7対0でスペインに、はい、負けましたけど、これは皆さん日曜日です。いやこれはやっぱ勝たないかんな、うん、今度は勝たなきゃいけないというプレッシャーがあるよね、はい、でドイツにはもう当たってくだけど、うん、ね、胸を貸してもらうみたいな、はい、もうひたむきさがあったと思うんだよ、うん、でもコスタリカは言えばちょっと、うん、隠したっていう言い方はワールドカップにね、はい、関してはあまり使いたくはないんだけども、うん、まあ、力的には日本の方が上じゃないかなっていうような、うん、そこに勝ち切るっていうのはまたなかなか難しいことだよ、はい、そうですね、勝たなきゃいけないという欲があるからね、
だってドイツには勝ちたいけど引き分けでもいいっていうような、うん、なんかこうツークッションぐらいで考えてたじゃん、はい、でも絶対だから今度は。そうですよね、うん、もう勝ったら突破だから、突破の、そうですね、可能性がぐんと広がるってことですもんね。ただまあ得失点差もあるけどね、はい、まあ、だけど、まあ、ほぼ決まりだよ、まあ、ほぼ、まあ、90% ぐらいはってことですよね。初戦に勝ったチームっていうのは、はい、第一予選、うん、突破率が 80% 超えてんだよね。そんな高いんですか。じゃあ初戦に負けたチームっていうのは、はい、あの突破率が 10% ぐらいなんだ。そのぐらい違うんだよ。あ、じゃあだからアルゼンチンも負けた、ドイツも負けたって言ったら、はい、この2チームって危ないんだよ。そうですね、だってスペインとも当たるわけでしょ。はい、当たります。ここで負けたら終わりだからね、ドイツ。ドイツはそうですよね、帰れないよドイツに。まあそうですよね。いや本当にどうしてってなっちゃいますよね。いや本当に世界のお祭りだからですよね。ドイツなんて言ったら優勝して帰ってくるっていうのは信じて疑ってない国民がいるわけだから、それがね初戦にっていうことね今なっちゃったわけですから、うん、そうか。ただ日本は、まあ、絶対にコスタリカにもちろん勝たなきゃいけない。引き分けじゃダメだよ。勝たなきゃいけない。うん、それにはどういう風にしてくるんですか日本って。まあ、すみません、言ったらさせる。いや俺に聞かれてもわからないんだけどさ、ね、ただやっぱりこう気持ち的にはやっぱドイツと一緒だよね、うん、勝てる相手ではないと思って戦う、この気持ちが一番いいよ、隙を作らなくて、はい、隙を作っちゃダメだよね。また例えば浅野選手か堂安選手っていうのは今度は前半から最初からってことになるんですか、また後半っていう見ながら試合をってことは、ね、分かんないな、まあ、ドイツのやり方っていうのがハマったからね、はい、だからスタメンはあんまり変えてこないかもわからないけども、まあちょっといじるかかもしれないですか、ね、うん、ちょっといじるよね。バックも一人ちょっと故障気味の人間が、うん、あ2人ぐらいいじってくるかもな、まあ、それがハマるかハマらないかとか、はい、まあ、そういうこともあるしね、うん、難しいよね。でもなんか国歌聴きながら選手が泣いてんだもんな。監督もそうだし、だからそこまでなこうな他のチームもよ、はい、なんかこうモチベーション高く入っていくゲームだからね。ワールドカップってサッカーのワールドカップっていうのは本当になんかそういう大会なんですね。まあそうだね、まあ、うん、勝負ごとってやっぱ初戦っていうのは誰しも固くなるし、うん、番狂わせが起こるな。そうだ。ちなみにじゃあそのコスタリカ戦一人豊さんなんかキーの選手挙げるとすると日本人いますか。まあ点取らなきゃいけないからね、はい、でもどうしてもやっぱ上がってきてほしいのは三笘と南野、はい、この2人がやっぱ点を取ってほしいよね、この2選手、うん、そしたら結構いくかも、おこのチーム、うん、バックはなんかね吉田麻也がキャプテンでいてなんかこう充実はしてるけど、はい、ちょっと怪我人が2人ぐらいいるかもわかんないんだよね、はい、様子を見ると、うん、だからここら辺が代わりの人間がどれだけのパフォーマンスを見せてくれるかどうか、はい、まあ、ボランチの数とか、うん、あの質とか、はい、これはもういい、うん、これはもうセンス抜群の人間がいるから、はい、ここは心配してないけど、はい、やっぱどうやって相手のバックをかいくぐって点を取るか、うん、まあ、そこだよね。おだからカウンターに今度は気をつけるだろうしね、はい、他のチームはね、うん、ちょっと頑張ってほしいな。そうですね、日曜日コスタリカ戦、すいませんね、なんかたどたどしい、いやいや、ちょっと偉そうにさ言ってるけど、でもね、俺が感じたことだからね。そうです、そうです。で、うん、ね、まあ、野球の専門の動画で、まあ、サッカーを私なんか全然あんまり詳しくなくて、サッカーそう、ね、そういう風に見てるあの人たちもたくさんいると思うので分かりやすい、あの、まあね、はい、分かるのかな。だから4人で守ってるとか5人で攻められるとさ、はい、1人余っちゃうでしょ。そうですそうですそうです、こう、ね、うん、だからこれを5にしたら5対5でマンツーマンでつけるという、はい、ここがやっぱり一つのポイントだったね昨日の、うん、それと舐めてるからバイタルエリアまでぐーっとボランチが上がってくるという、はい、だからバックとボランチのスペースが向こうが生まれちゃうんだよ、うん、だからカウンターやりやすいんだよ。だから吉田麻也っていうのが持ち上がった時に前が反応して、はい、そこに蹴り出すと、はい、うん、その隙間ですよね。そうそう、だからそこの競り合いで勝てればゴールを取れたという、はい、まあ単純な解説で申し訳ないけどまあだけど、まあ、相手を舐めてたな、ちょっとドイツは、うん、ちょっと舐めんなよって示したよ。日本は日本舐めたら行くぞみたいな、そうですよね、知らねえぞみたいな、うん、
ね、はい、戦略戦術持ってるぞみたいな。ですよね。そうそうそう、この勢いでコスタリカ、まあそうだな、ね、決勝トーナメント行ってほしいな。行ってほしい。で目標がベスト8、はい、ね、これは達成してほしいし、はい、達成させてあげたいな。いやもう悲願ですもんね。なあ、はい、ベスト8いったらベスト4に行きそうな気がするけどね。勢いで、いや分かんないけどね。わあ、いや当たるチームによって、まあ、それもねありますけれども、ぜひね日本から熱い声援をカタールに、はいはいはい、送りましょう、送りましょう、はい。